はい、それでは兄弟の論文について、自然言語処理研究室の勝田が、はい、紹介します。この論文は、従来だと、まあそのユニ、その単語に対する、まあ、埋め込みを、まあ、その、まあ、その文字を、まあ、予測して、まあ、学習するみたいな、まあユニグラムを元に、まあ、埋め込みは学習をするんですけど、それに対して、まあN グラムの単語も、まあ、考慮して一緒に学習させた方が、まあ、いいんじゃないかっていうような形の、まあ、論文です。実際に、まあ、一応、まあ、この人たちの仮説としては、まあ、N グラムの埋め込みを同時に学習すると、まあ、そっちの方で、まあ、コンテキストの情報が、まあまあまあが、まあ、学習されて、ユニグラムの単語の方では、まあ、そういうのがその、まあ、コンテキストの情報っていうのは、まあ、薄くなって、まあ、より、まあ、その単語の埋め込みっていうのが改善されるんじゃないかっていうようなことを、まあ、仮説として立てていて、まあ、それを、まあ、他のタスク等の、まあ、比較で、まあ、妥当性を示しています。で、まあ、単語埋め込みっていうのは、まあ、従来だと、まあ、スキップグラムとか、まあ、C5 で学習されるような、まあ、ものなんですけど、まあ、最近だとその単語埋め込みっていうのは、まあ、文字の中の、まあ単語の文字を N グラムで、まあ、拡張するような、まあ、ファストテキストとかそういうので、まあ、品質が向上しています。ただし、まあ、これは、まあ文字の N グラムを取っていて、まあ、今回だと、まあ、単語の N グラムを取るっていうので、まあ、そういうような単語での N グラムの供給を活用する方法っていうのはまだ提案されていないということで、まあ、今回ですね、そういうモデルの拡張を行っています。で、まあ、実際にユニグラムでと、まあ、今回の実験だとトライ N グラムを使うんですけど、まあ、それで実際にまあ学習したときに全体的に優れているっていうのをまあ示しています。で、実際に今回使うのはまあセント2ベックっていうのが、もともとはまあ分ベクトルを作るためにまあ用いられるモデルなんですけど、まあ、それもをまあ使って、そこから単語ベクトルを抽出するモデルと、まあ、実際に C5 を改良して N グラムを追加するっていうようなモデル2つでまあ比較します。で、まあ、実際に、まあ、単語ベクトルは、まあ、ファストテキストの方だと N グラムの埋め込みの平均で、まあ、足して、まあ、もともとは求めるんですけど、まあ、その式をさらに拡張する形で、まあ、C4 にキャラクターエンビディングプラスワードエンビディングっていうもので、まあ、そのコンテキストの中のベクトル足すと、さらにその中の N グラムの文字と消す、さらにその中のキャラクター N グラムの全ての平均っていうのを全て足してやります。で、まあ、セント2ベックはもともと埋め込みの学習のために N グラムっていうのを入力に突っ込むんですけど、まあ、それを用いて、まあ、そのまま学習に使います。で、実際にまあその、まあ、学習するときに単語 N グラムっていうのはドロップアウトをまあ設定して、まあ行うんですけど、で、学習されたものからその N グラムっていうの埋め込みっていうのを取り除いたら、まあ、純粋な単語の埋め込み、単語のベクトルがまあ取得できるというような形です。で、まあ、実際に学習データとしては Wikipedia を使っていて、まあ、トーガナイザー形態素解析にはスタンフォード NLP を使っています。で、それぞれでランダムシードに5個用意してモデルを学習させて、まあ、それの平均と標準偏差をで評価します。で、実際に評価するタスクっていうのが、まあ、ワードシミラリティを、まあ、以下の6個、5つのデータセットで、まあ、コサイン類似度と人のスコア、人が付与したスコアによる、まあ、相関を見ます。で、あと、単語の、類推のタスクで、まあ、単語同士の関係を見て、まあ、なんですかね、この単語とこの単語の、まあ、なんかあれですね、
男だった時に王様だったら、まあ、女の人なら何かみたいな、まあ、そういうような類推をするようなものを溶かせます。でその時に類推で用いる式が下の式で計算されます。で実際に結果になるんですけど、今回のシーボーとセントツーベックの両方でワード N グラムを追加した時にどうなるかっていうような、まあ、評価をしていて、その時に、まあ、やはり倍トライを追加すると、まあ、一貫してスコアが改善、ほとんどのデータで改善することが、まあ、こう示されています。で、キャラクター N グラムがないとセント2ベックではキャラクター N グラムっていうのは使ってないんですけど、まあ、その場合だとやっぱレアワードでやっぱりその改善が見られないっていうので、まあ、そもそも低頻度語っていうことでそのうまく学習ができていない状態で、まあ、バイトライを追加しても意味はより難しくなるだけで意味がないんじゃないかっていうような形のことを述べています。で、シーボーよりは全体的にセント2ベックの方が、まあ精度が高いっていうことで、まあセント2ベック自体はまあウィンド幅というんじゃなくて、まあ文自体を全部突っ込んで学習するんで、まあより広いコンテキストっていうのはまあ考慮したので、まあ改善が大きいんじゃないかっていうようなことを述べています。で、まあ類推のタスクにおいてはシンタスティックの方は、まあ、シーボーの方、シーボーが有利になる、全体的にスコアが高いっていうのは、まあ、それは文字 N グラムの貢献だろうっていう形です。で、まあ、N グラムでの比較だったんで、まあ、実際に他の、まあ、あれメソッドとの比較を行っているんですけど、まあシーボーやスキップグラム、グローブ等と比較しても、まあ、今回提案している手法というのは、まあ、全体的に高くて、まあ、まあ、ステートジャートのスコアを出しているというふうに結果になっています。で実際に、まあ、他のシーボーでもとかでも、まあ、キャラクターを使エンベディングを使う方が、まあ、類推としてシンタクティックの、まあ、類推タスクのスコアは高いということで、まあ、やっぱりそういうタスクにおいては文字 N グラムが、まあ、重要なんだろうと。で、まあ、全体的には、まあ、セント2ベックで学習した方がまあ強いみたいな形でまとまっています。ので以上で、まあ、今回 N グラムっていうのを、まあ、そのモデルの学習に、まあ、考慮させるっていうので、まあ、拡張したようなモデルの提案をしています。で、まあ、筆者らのフューチャーワークとしてはちょっと訳が合ってるか分かんないんですけど、まあ、新しいモデルを提案する必要があるっていうので、まあ、ユニグラムと、まあ、バイトライの、まあ、合成っていうのはなんか、まあ、もう少し考えた方がいいっぽいような雰囲気のことを書いてありました。で、まあ、セント2ベック、まあのモデル自体が、まあ、文フレーズを取得する上での、まあ、利点になっているんじゃないかっていうようなことのヒントになるんじゃないかっていうような形のことを述べています。以上で発表を終わります。